石油発動機、石油発動機、石油圧動機、オイルエンジン、ケロシンエンジンは、灯油、ケロシンを燃料とする、内燃機関の一種である。内燃機関の代表的なものはガソリンを燃料とする、火花点火機関や圧縮点火機関であるが、石油機関は、主な燃料に灯油を用いる、化器式火花点火機関である。基本構造は、 ガソリンエンジンとほぼ共通する。ただし、灯油は、奥ン価がガソリンに比べて低いため圧縮費をあまり上げることはできず、熱効率ではガソリンエンジンに劣る。しかし、ガソリンエンジンに比べて安価に製造することができるため農産業用,用などに広く用いられた。クローエンジン、または焼き玉エンジンとは、添加方式において別種のものであるが、 用途、使用された時代の共通性や、名称の紛らわしさなどが原因で、往々にして混同される。石油発動機は、焼き玉エンジンよりは、取り扱いが容易である。ガソリンエンジンと比較して、低圧縮、低回転での使用が前提で、構成部品に高い工作精度を要求されないため、展開用マグネットを除けば、全般に製作が容易で、 地方の零細企業などで広く製造された。1930年代から1950年代の最盛期には日本国内でも地方の小規模メーカーに至るまで100近いメーカーがいましたと伝えられる。かつては農業や漁業に広く用いられたが効率が悪く、1950年代以降効率が良い小型ディーゼル発動機の発達。 その中には灯油を燃料として使用可能なものもある。および小型軽量で高性能、かつ取り扱い多いな小型ガソリン機関の性能向上と低価格化が進み、それらにとって変わられたことで、廃れた。現在では、実用目的では主に発展途上国向けに、縦型強制空冷の汎用機関が少数、製造されているに過ぎない。一方、現役を引退したものに関しては、近年、 各地の熱心な愛好家の間で復元されており、発動機を修理する業者も存在する。また、当時、製造していたメーカーから模型が販売されている。投与主たる燃料とする、レシプロエンジンである。ガソリンエンジンと同様にキャブレターで燃料を切りかし、圧縮した混合技を、マグネトート点火プラグによって、電気着火する。軽便な用途を目的とすることから、 その前世紀には一般に低出力、簡易な単気筒型がほとんどであり、生産性と強度確保の面から、鋳造部品を多用して製造されていた。また安定の良い水平シリンダ型として、木製内紙蛍光性の土台、台枠に固定され、下半性を良くしてあるものが多かった。冷却装置は、シリンダーのウォータージャケット上部に、ホッパーを持ちのみで、 冷却水の沸騰蒸発により冷却を図る、ホッパー水冷式が大半である。原理は、ガソリン機関と変わりないが、気化しにくい、灯油燃料でも作動する一方で、灯油の発火点はガソリンより低くノッキング対策の、ため圧縮比をあまり上げられず、回転も高くできないため効率は低い。気化を促進させるために吸気を予熱する設計としたものもあった。 比較的初期の製品の吸気弁は、気筒内の負圧に伴って、自動的に開かれる自動吸気弁である子が多く、この点でも高速回転には向かない。自動吸気弁型は、プッシュロットは排気用の1本のみを備える。第2次世界大戦後になってからは、石油発動機でも1500から1、800rpm の高速型が増え、吸気側も下向くとなり、プッシュロットも2本となる。 その外観から、現在では、愛好家内ではそれぞれを、一本棒、二本棒と、呼称されているようである。なお、1930年代に、久保田鉄工所、現久保田が、一本のプッシュロットで旧ハイバルブとも、駆動する、ロッカーアームのとバルブプッシュロットとの間を変え、一本のプッシュロットで、別々のタイミングでバルブを開閉する、戸ば式発動機を、製作、販売している。 灯油は気化性が悪いため指導には適さず、発動機指導時のみ、補助的にガソリンを利用する。キャブレターのフロート室にガソリンを入れてから、手動による、便解放操作、デコンプと呼ばれるで、シリンダー圧縮を機能させないようにしつつ、ピストンを上視点付近に移動させて、指導準備をする。指導は、フライホイールの手回し、もしくは、出力軸のロープ牽引。 一種のリコイルスターターより勢いをつけてクランクシャフトに初動の回転を与える。この手動指導自体は低圧縮比とガソリンの着火性の良さから予備作業が済んでいればさほど困難ではない。指導後はしばらく暖気運転させ回転が安定してから灯油燃料に切り替える。期間回転数はガバナーによってほぼ一定に制御することができた。 かつての石油発動機の多くは燃料タンクが灯油用のみで、手導用ガソリンは別容器を携行する必要があったが、現在製造されている石油発動機は手導用ガソリンと運転用灯油の両方が入れられ、内部が分割された燃料タンクを備えており、タンクにキャップが2個ついていることで、他のエンジンと容易に区別できる。また、戦中戦後には代用燃料化するために、 木炭ガス発生器を別に取り付け、ガスエンジンとする改造も多かったようである。木炭ガス発生装置については、木炭自動車を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。